皆さんこんにちは、リズムのタカです。シゲです。ケイオです。今日はゲストが来ています。なんか情報ライブミヤネ屋で収録終わってからなんか急遽大物司会者の方を駆けつけてくれたらしいです。ミヤネさんです。お願いします。誰がミヤネですか。誰が情報だかミヤネ。誰が。いやまあ冗談はさておき、サンフレッチェ広島背番号8番川辺駿選手。これはね、大物来た。大物来た。ちょっと、川辺選手の、俺たちの、 そのリズムとの関係はサンフレッチェ広島ユースでの時に一緒にやっていたメンバーの一人です。俺らが3年生の時にね、そうそう1年生だったよ。そうそうそう、ちょっとクソガキお前らユースで一緒にやったし、まあ、いつも通りのちょっと早音と読んでやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早音には何個か質問を用意してるから、はい、ちょっと俺が今日ここ考えてきたな。はい、 J リーガー質問コーナーですね。なるほどね。多分みんな結構知りたいの思うねんな、うん、まあ俺らじゃないと聞けないこと聞いてくる。そう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 。今一つ目の質問書いてます。まあ無理やったら無理、はい、全然答えてもらったらいいから、はい、まあでも俺らし全然言えるやん。はい、全然そんなの。じゃあ1個目の質問、はい、年俸って何だ。年俸いきなりいきなり全然来るくない。むしろ重たいな。正直言えない。いやいや、こっそりこっそり全然プロって出すでしょ絶対。こっそり年俸はいくらですか。言えないでしょ。軽く持ったんだけどな。軽くない全然。言えない。年俸無理。全然だったか。言えないか。年俸ちょっときつい。じゃあもう言える質問。年俸はちょっと言える質問いこう。じゃあ正直に答えな。貯金ってなの。いや一緒じゃないもん。年俸じゃない。今まで大変だよ。よりないと思う。年俸じゃないと一緒じゃないですか。でしょ。貯金こっそりやってて。こっそりこっそりやってて。みんな多分みんな知りたいと思うんですよ。まあ想像してるようにあると思う。いいね。想像してるように。ね、想像してるようにあると思う。すごいな。さすが J リーガーだ。やるな。次は普通に進む。はい。あやおの好きな女性のタイプ。あ、聞きたい。これ多分ね、はい、結構女性ファン多いですか。うん、そうそう。女性ファン多いですか。需要ありますか。需要あるね。需要ある。これ多分だいぶ気になってると思うね。好きなタイプ。好きなタイプ。俺は髪ロングな人が好きで。ああ。ロングで、うん、まあよく笑う人が好きですね。ああ、なるほどな。あとね、もっと髪くらいでよ。ああ。まあ、身長って感じや。あ、だからちょっと大きい方が好きとか。ちっちゃいよりは大きい方が好きです。え、そうなの。ああ、なるほど。じゃあ同じぐらいでもいいし。ハグ何個あんの今。70、まあ、持って8ぐらいの。持って8。持って8ね。私76ぐらいです。だいぶ持ったから。70いかないぐらいがいいんですけど。あ、じゃあ60後半とか。60後半ぐらい。おお、結構高いよ、女の子。あと、サバサバしてる人が好き、それは。おお、なんか、デレデレしてるより。なんかこう一緒に歩いてるときにこういうタイプじゃなくて、もうなんかもう一歩後ろぐらいです。ああ、友達みたいな感じで。あ、そう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 。そうなの。そうそうそう。なるほど。確かに知らんかった。あ、年齢とか年上が好きですね。上がいいよ。はい、今何歳？24っす。今年5っす。今年5か。じゃあ25の上の方チャンスです。チャンスです。健吾。それがタイプやな。じゃあそのタイプの女性がじゃあまあおったとして、はい、じゃあその人の好きな仕草とかはある。あ、俺ポニーテールが好きなんですよ。あ、ロングにし、はい、あ、ロングと俺も一緒ですか。シュシュね、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 いや、日本だ。なるほどな。ここからまあでもまあ今までふざけてたけど、はい、まあ、ちょっと一気にサッカーの話に変わるけど、ね、真面目な質問ね、はい、これはまあ、うん、俺らユースやったな。で、早尾の3年間の中で、はい、ユースのな、はい、3年間の中で一番嬉しかったことって何だ。ユースの中で嬉しかったこと、まあでも3年間、自分の代では、うん、優勝できなかったんですけど、その前回大会で、うん、このメンバーと、うん、あとまあガク君とかの代で優勝したのが、うん、そうもう一番の思い出です。マジ一番の思い出。おえ、それはマジか。おお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 
ゃん、ダイレン向けてたから。バリバリだったからね、1年生から。一番点取ってたから。まあ、俺らのランキング1位。フランチング1位だったから。でも前はなんかの好き勝手やってた。前は好き勝手やってたよ。マジ好き勝手やらせてもらってましたね。藤本柳川はでかいよ。松田とかさ、松田が本当に何してんのっていうぐらい好き勝手してたよ。好き勝手左足でシュート全部入っちゃう。確かにじゃあ逆にほんまバリつらかったみたいな、ちょきつかったみたいな3年間のやっぱり、まあ、申し訳ないですけど、うん、まあこの3人が関わるんですけど、いいよ、ちょっと見えてきたな。あ、それこそ見えてきた。それこそっすよ。プレミアの決勝、プレミアの決勝、プレミアの決勝の時、決勝の1週間前ぐらいじゃん。おお、えーまあ、ミーティングルームに、まあ、一当時1年生だったんですけど、あれか、集められ、まあ、当時の監督が、うん、その試合出るメンバーは、うん、もう年学年関係なく、うん、もう先に上がっていいよ、明日試合だしみたいな、うん、そのまあ1週間前ぐらいですかね、うん、その決勝の1週間前ぐらいで上がっていいよって言われて、うん、まあ、あ、でも俺は荷物あるしと思ったけど、1年生は荷物、1年生は荷物上がるけど、まあ、2さんが言うんだから、うんうん、まあ確かに監督、まあ、いいかと思って、うん、まあ、1年生その頃、まあ、4人ぐらいで行ってたんですけど、うん、じゃあ帰るかって帰って、うん、で、まあ、まあ帰った人からまあ風呂とか飯とか食えるじゃないですか、うん、なんですよ。で食ってたら、夜飯後ぐらいかな、うん、なんか、まあ、1年生ミーティングの集合で言われて、え、僕らもっとしたと思う、そうした集合があったね、うん、覚えてるですね。そうした、まあ、多分リセルの高って人が多分お前ら何先に帰って俺らかも、俺らも、え、って待って、いやでもゴリさんが帰っていいっつったんで、うん、お前ゴリさんが帰っていいって言ったら帰るんかって待って、えって待ってマジでパワーだ、パワーだ、パワーだな、飲むから、そうそう、いや、でもいや、確かにと思ってなんか、まあ、いやいや、確かにそうですね。でも、リズムの高って人が喋ってる後ろではみんななんかクスクス笑ってんすよリズムのシゲって人とか、いやいやいや、リズムのケイゴって人とか後ろでなんかこうやってるんすよ。いいよ、いいよいいよ、いいよ、そうそう、あったね、覚えてる覚えてる、めっちゃ覚えてるわ、まあ、怖いなと思ってたんですけど、うん、一番最後に、うん、お前らゴリンだよお前らゴリンだよ嘘でしょと思って1週間前、そうそう、テレビで1週間前言うたら1年生の最後の辺だから髪も結構伸びてるんですよ、ね、よっしゃ、これちょっとワックスつけた感じで決勝望めるみたいな、なんならそれに合わせて髪切ったりしてたのにもうあの人がお前らゴリンだよもう速攻スガビ行ってスガビで出たスガビでゴリン、ゴリンしかもスガビで真冬に言ってた、言ってた、あれエグいな、全国大会の決勝、4、5人がゴリンだ整列してたからで、優勝する優勝優勝する優勝それがあったから優勝したよ、そうそう、ゴリンにしたから優勝した、優勝した、色気、色気いらんてね、あれはでもな、完全にパワハラやったな、あれはパワハラやで、一生しない、でも、じゃあ、もう俺から一言言わせてくれあの時、いやなんか俺しかなんか言うキャラがおらへんみたいな、俺らの代が結構優しめだったよ、俺らの代が優しすぎて、ほんまに優しかったそう、そのキャプテンのワッキーさん、洗濯物畳んでましたよねワッキーさん、ミーティングルームで、そうそうそう、意味のわかんない関西弁のやつが前にそうそう、全然キャプテン、あの時にさ、俺キャプテンじゃないやつ、俺ワッキーに言われたよ、あの時やばい、そうそう、あれ、お前しかいない言えるのはお前しかいないみたいな、なんかもう言われてキャラ作って、そうそう、キャラ作っていくしかない、だから後ろで笑っとったら、そう、俺らも話するんや、それで、しかも笑ってんのはこっち見てちょっと笑っちゃうじゃんお前ら何笑ってんの後ろの人が笑ってるじゃんあれはだからほんまに、まあ、申し訳ないと思ってるけど、でも伝統よね、俺らが一緒の時もやばかったもんね、そう、俺らはもう優しくなった方じゃないですか、いや、めちゃくちゃ優しくなった俺らのないもん、俺らのない、マジで優しくなった2年の時も坊主だしマジでマジで、で、そうそう、それを多分俺らの代が知ってて、はい、説得力が多分あんのが多分俺やったよ、あ、その上からもやられてきてたし、その言えるのが俺がおらんだったから、もうお前しかおらんじゃなくて俺がやってんけど、
カズヤのゴリも結構やばかったです。ドビーでしたイケメン J リーガー、某イケメン J リーガー、某イケメン J リーガーもゴリしましたからね。ロッシュファー、ロッシュファー、ロッシュファー。まあ、こう、早尾はさ、広島おって、そこからジュビロに行ったわけよ、はい、で、まあ、ジュビロでずっと試合で出て、一昨年から広島に帰ってきたけど、はい、俺が見てる限り、ジュビロの試合出てたシーズン、はい、なんで広島に帰ってきたんだ、なんか。いや、まあ、でも一番は広島出身っていうのもありますし、まあ、まあ、もちろんユースだったので、うん、広島に育ててもらった恩があるんで、自分がどっかで活躍するだけじゃなくて、帰ってきてやっぱり活躍しないといけないと思ってたんで、もちろんジュビロでもめっちゃ楽しかったし、広島でずっと活躍したいと思って、だからこそずっとレンタルで見てたし、帰ってきて活躍したかったのが一番ですね。ここやな。今だってな、背番号が8番。8番そうっすね。あの森崎和之選手が言ってた8番です。重いね。これ相当重いよ。重いです。確かに。どういう感じ、やっぱり8番っていう。いや、もうやっぱ広島で言ったら、ま、もうレジェンドの番号なんですけど、和さんと去年の年末ぐらいにご飯連れててもらって、その時に、まあ、去年は40番だったんですけど、和さん自身もなんか8番をずっと開けとくの嫌だし、まあ、でもユース出身とかそういう選手つけてほしいって言って、早尾つけたらいいんじゃないみたいに言われて、めっちゃ嬉しくて、おで、まあ、その時はもう8番つけてた人がそういうのを思ってくれたんで、嬉しかったです。素晴らしいです。それ多分見てくれてるのって多分子供とかも多分今回は多分おると思うんで、はい、でサッカー選手から言われる言葉ってやっぱり響くと思うし、はい、子供見えるね、うん、サッカー選手をこう夢に見てる人たち、はい、子供たちになんか一言、はい、アドバイスがあれば、アドバイスがあれば、まあ、ちっちゃい頃から地道にずっと練習してきましたし、それがやっぱり今になって良かったなと思いますし、まあ、ユースに入った時ってまあ、言ったら周りの友達とか遊べないじゃないですか、まあ、一緒だと思うんですけど、同じ場所飲み仲だし、まあ、遊ぶ時間もないし、でもなんか環境は厳しいしみたいな、一つは自分をそういう厳しい環境に置くっていうのは自分をまあ勝手にっていうかもう自然と成長すると思うし、やらなきゃいけない、そうです、まあ、妥協が許されない状況だったんで、まあ、そういうのは一番だと思いますけど、まあ、それでもまあどこに行っても自分が成長したいとかプロになりたいって強く思えば思うほど行動に現れると思うんで、まあ、しっかり練習して、遊びの誘惑とかあると思うけど、それに負けずに一生懸命練習していけば必ずプロには近づくと思います。成長したな。俺がサンフレッチェの8は背負ってるってことだよ。OK、じゃあまあいろいろ喋りましたけど、今日はなんと川辺選手からプレゼントがあるそうです。僕たちに、俺らに、ではなく視聴者さんに、視聴者さんがバイク持ってきてもらいました。川辺選手、ガチ今サイン書いてもらって、本物のサイン、やばよし、じゃあマジで今からほんまにサインしてもらって、今してます。8番、8番すごい、かいちゃう、すごい、かいちゃうよ、プレミア、いいなぁ、こうやって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 、おぉ1名様にプレゼントします、1名様にプレゼントします、この全然いない視聴者さん、視聴者様にプレゼントいたします。高確率で上がります。視聴者少ないんで。あの川辺選手のプレゼント方法なんですけど、まあ僕たちのこのリゼムチャンネルというYouTube のチャンネルを登録してもらうことが一つ。で、もう一つが、僕たちリズムオフィシャルというメインのツイッター、メインのツイッターがあるので、それに僕たちのこの投稿をするので、それをいいねと、まあ、リツイートをしてもらったら、ダイレクトメッセージで発送いたしますので、皆さん、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。お願いします。ではまた、次の動画で。